ロイヤルサブキン劇場つなげ国民の声。ここからは僕たちウィッチ&ナイトが国民の声お題を3つ盛り込んだラジオドラマを撮り直しなしで演じます。ウィッチ&ナイトに与えられた練習時間は30分のみ。セリフの中に盛り込まれたお題ははっきりと演じましょう。そして今回も王子が参加してくれます。任せなさい。よろしくお願いいたします。練習時間5分です。すごい、さすがね、もう王子だと5分しかいらないっていうね、さあ、そんな今回のお題、モッキンバードさんからマサチューセッツ州、カズスケさんから廃墟、アキさんからこれでご勘弁をという3つをいただいてます。マサチューセッツ州、マサチューセッツ州、マサチューセッツ、マタニティとセッツええじゃあ今のうちこうやって言っとけば、はい、お前らに感染するかなと思って。マサチューセッツ、いやもうバンバン感染してるからもう潜伏期間半端ないから。よしよし行こうぜ。はい、じゃあ行きましょう。僕ナイトと私ウィッチと我が輩王子は最後まで演じ続け物語を完遂させてみせます。なるほど、駅から徒歩10分以内 2LDK、 家賃は6万円台でお探しですね。はい。お住まいになるのはお二人ですか？はい。あ、もしかして新婚さんですか？はい。おめでとうございます。ありがとうございます。今までも一緒には住んでたんですけど、これを機に引っ越そうと思いまして。なるほど、いいですね。ネットとかでも調べたんですけど、よくわからなかったから直接聞きに行こうっていうことになって。それはもう直接不動産屋さんに行ってもらってお話を聞くのが一番だと思いますよ。よかったらお調べしましょうか、近くの不動産屋さん。え？あ、すいません、ここがその不動産屋さんでしたね、なんつって面白い人だね。わかりました、若い二人の素晴らしい門出のためにお手伝いさせていただきます。 ありがとうございます。じゃあもう旦那さんと奥さんとお呼びした方がいいですね。いや、ちょっとまだ恥ずかしいんですけど。じゃあお前と奥さんの方でいいですかね。なんで僕だけお前なんですか？冗談ですよ、旦那さん面白い人だね。で、条件は駅から徒歩10分以内 2LDK、 家賃は6万円台ですよね。はい。この条件ですと正直そんなに数はないんですが、あ、こちらの物件いかがでしょう。駅からは徒歩30分になっちゃうんですけど、それ以外はそれ以外の条件は大丈夫なんですが。車がないのでやはり駅にはもう少し近い方が。じゃあこっちはどうですか？駅に近いですよ。ただ 1LDK にはなりますが。今後のことも考えるとやっぱりもう一部屋欲しいかな。うん、そうだね。そうなりますとですね、すいません、本当にこちらの都合ばかり。あ、いやいや、いいんですよ、ご希望はどんどんおっしゃってください。私もここからどんどん変なこと言ってきますから。うん、お願いします。いや、今のお願いしますおかしくない？あ、駅地下で 3LDK、 家賃は5万8000、こちらの物件はどうでしょう。すごい、条件バッチリですね。ただ場所がマサチューセッツ州なんですけど大丈夫ですか？ダメですね。マサチューセッツ州って何県ですか？アメリカだよ。ニューイングランドの方です。絶対分かってないよねこれ。ダメです、いくら条件良くてもアメリカは。そうですか、駅からは近いんですけどね。マサチューセッツ州立マサチューセッツ工科小学校前駅から徒歩3分。近いですね。いや近いけど、その駅本当にあるんですか？いやもう、でもアメリカはダメですよ。でしたら、あ、国内でありましたよ。国内不動産屋で普通そのセリフありますか？ダメだ、つぼりまた、それは続けて続けここどうですか？あ、どれどれ、あー結構いいですね、家賃も安い。でももう少し商店街が近いといいんだけど。あー、そうだね、閑静な場所ってよりはある程度賑やかな方がいいかもね。
防犯的にも。あ、でもここは結構人の行き来があって賑やかですよ。あ、そうなんですか。はい、隣の廃墟が有名な心理スポットなんです。心理もうダメだこれ嫌ですよ、隣が心霊スポットの家は。よし、一息つこう休憩これはちょっと待って、ちょっと待って待って待って、いろいろ重なってやばいねこれひどいこれいやよしよし、はい、どこだっけどこだっけどこだっけ、全然終わってねえぞ俺。ちょっと待った、ちょっと待った、熱いこれどうやって編集すんだ編集なし言うてけど、これ編集せなかったはい、よしよし。でもにぎわってますよ。野じ馬が来るんでしょ。最近はそれ系の YouTuber が多いですね。あ、ここ私も撮影に行ったことある。お前も YouTuber なんだよな。まあでもこの物件も去年お一人亡くなりこの物件も去年お一人変な亡くなり方してるので、どっこいどっこいですよ。事故物件じゃないですか。だから家賃安いのか。でもまだお化けは出てないんです。一回しか。一回も出ちゃダメなんですよ。いい加減にしてください。もう帰ろ。待って待って、この物件も見てください。この一件だけ、もうこれでご勘弁を。なんで僕がわがまま言ってるみたいになってるんですか。あれ、でもこれは本当にいいですね。でしょ。うん、駅近だし広いし家賃も安い。ねえ、ここ見に行ってみようか。うん、どうした。ここ元彼と住んでたとこなんだよね。ああ、一応見に行ってみます。行くわけないでしょ。